刀は。まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は10段階ございます。木の絵、木の戸、木の絵、木の戸、土の絵。もういい。鬼仏寺無惨について知っていることを話してもらう。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。ちゃんと身についた。絶対助ける。兄ちゃんが助けてやる。しまった。助かった。雪で滑ったのも雪だけど、なんだこいつ。頭から腕なんか流行って禰豆子を助けるんだ。こいつ硬。まだ続けるのか。はい。もうこんな時間だ。僕のことを心配してくれるのは嬉しいが、あとは明日にして少し休んだ方が。あいつらは夜活動します。ああ、おしろい顔しやがってよ。今にも死にそうだな。なんとか言えよ。死んじまったか。え、この矢印でマリの軌道を動かしていたんだ。ユシロさん、ありがとう。俺にも矢印見えました。ならさっさと倒せ。禰豆子、禰豆子、外だ。木の上にいる鬼を頼む。面白い娘じゃ。今度はこちらも本気で相手をしてやる。いつまで持ちこたえられるかの。そこの十二鬼月のお嬢さん。邪魔だ。逃れ者は引っ込んでおれ。一つだけお聞かせください。あなたは鬼仏寺の正体をご存知なのですか。